アグニ V はインドの防衛研究開発機関で開発が進められている大陸間弾道ミサイルである。これはインドの統合誘導ミサイル開発計画のもとに進められているアグニシリーズミサイル開発計画の一部をなすものである。アグニ V は2012年4月19日にインド東部のオリッサ周沿岸にあるウィーラー島において打ち上げ試験が実施され、 成功したと発表された。ドルドの VK サーラスワット長官は、アグニ V の正確な射程は、機密事項とされていると述べていたが、打ち上げ試験直後に、射程は5500から5 8 0 0トルであると述べている。2018年1月18日に成功した5回目の発射実験に際しての報道では、全長1 7ル移動式発射台による運用が可能な三段式。 搭載できる核弾頭の重量は1.5トン。約 4900km 離れたインド洋上の目標海域に19分で着弾した。インドの上級防衛科学者の一人である M ・ナトラージョン博士は2007年に防衛研究開発機関はアグニ V として知られるアグニ3の改良型、またはアグニ4として知られていたの開発にかかっており、4年以内に完成する。 このミサイルは約6 0 0 0トルに及ぶ射程を持つ予定であると公表した。2010年9月にドルドの VK サーラスワット長官は最初の試験発射は2011年の第4四半期に実施される予定であると発表した。インド軍は2段式で射程が約3 5 0 0トルのアグニスリーの開発が完了し、導入前試験が完了したことから、 すでにに、その導入を開始している。これはまた、アグニアイとアグニツーの運用開始を早める結果となっている。さらにまたアグニ V を導入しようとする理由の一つは、アグニ V が他の他のアグニシリーズのミサイルとは異なる。キャニスター発射型であり、保管が容易で、さらに全高17.5メートルもあるミサイルを容易に、道路運送可能であることがある。もう一つの理由は、アグニ V は、 現在並行して開発中のマーブペイロードを運搬可能となる予定であるからである。打ち上げ質量約50トン、開発費用250億ル P 以上のアグニ V には、リングレーザージャイロスコープや加速度センサーのような先進技術が組み込まれる予定である。その第1弾はアグニ3のものを継承しており、第2弾はアグニ3のものを改造したものを用いている。 第3弾は 5000km の飛行を確実にするため、アグニスリーより小型化されたものとなっている。ドルドは、さらに、2層防衛式の BMD システムの試験を加速している。このシステムは、敵の弾道ミサイルを大気圏の内側と外側の両方で追尾し、破壊するように設計されている。PDV と呼ばれる、新型の迎撃ミサイルが既存の機種に追加される予定である。 2011年1月に AK アントニー防衛大臣はドルドの年間表彰式典の演説の中で防衛科学者たちに射程 5000km のミサイルの威力を早急に示してもらいたいと要請した。これに応える形でドルドのサーラスワット長官は我々はアグニブイの3段の個別試験を終了し全ての地上試験は今や終了している。 ウィーラー島からの打ち上げ試験は2012年に実施されることになるであろうと2011年11月にタイムズ・オブ・インディア氏に語っている。2012年2月にある情報筋はドルドはほとんどの準備を完了しているのであるがミサイルはインド用のほぼ半分を飛行するためスケジュール及びロジスティック上の問題が発生していると明かした。インドネシアやオーストラリアなどの国々 試験ゾーンにかかる国際航空路線及び船舶に対して7から10日前までに事前警告を行う必要があった。さらにドルドの科学者とトラッキングシステムを乗せたインド海軍の軍艦を飛行経路の中間点及び南インド用に設置された標的の近くに配置する必要があった。2012年4月19日最初の打ち上げ試験アグニブイは 2012年4月19日に、インド東部のオリッサ州沿岸にあるウィーラー島において、打ち上げ試験が実施され、成功したと発表された。死者は統合死者上、第4発射複合施設から、鉄道移動式発射台を用いて行われた。打ち上げから約20分後、高度 100km で、第3弾ロケットが再突入体を、大気圏内に再突入させ、その後再突入体は、 5 0 0 0トル以上離れたインド洋上に前もって設定されていた標的に命中した。死者上の指揮官である s p ダスは BBC に結果はすべてテストパラメーターを満たすものであったと述べている。報道によればアグニ V は標的をわずか数メートルの誤差という高精度でヒットした模様である。中国の専門家は実際にはこのミサイルは8 0 0 0トル離れた。 目標に到達できる潜在的能力を持っているのであるが、インド政府は他国の懸念を弱気することを避けるために、意図的にミサイルの能力を過小に公表しているのではないかと感じている。最初の打ち上げ試験以降、2018年12月10日の第7回試験に至るまで、すべて打ち上げ試験は成功している。2018年6月3日の第6回試験の段階で、 実戦配備までにもう1回の試験を行うとの発表がなされていたが、第7回試験成功後も2020年12月現在まで実戦配備を完了したとの発表はなされていない。ミサイルの射程、アグニ V は3段式の固体燃料ミサイルであり、第3段のモーターケーシングは複合材料製である。今後、ミサイルの3段のうちの2段までが複合材料製となる予定である。 アグニ V はマーブを運搬可能となる予定であり、また迎撃ミサイルシステムへの対抗手段も搭載する予定である。このミサイルはキャニスターを使用し、この中から発射されることになる。この新ミサイルの60%はアグニ3とほぼ同様の構造であるが、リングレーザージャイロスコープや加速度センサーのような先進技術が新規に組み込まれる予定である。 2013年の建国記念日パレードのリハーサルでの運搬車両上のアグニブ a l s のディレクターのアビナッシュチャンダーはアグニブイは道路運搬のために特別な工夫がなされている。キャニスターの開発がうまくいったので今後インドのすべての地上設置戦略ミサイルはキャニスター収納型になるであろうと説明している。キャニスターはマルエージング構成で ミサイルを数年間にわたり保管するために内部を機密状態に保つようになっている。発射時において重量50トンのミサイルを射出する際には300トンから400トンの水力が発生するがキャニスターはこれによる膨大な応力を吸収できる必要がある。ペイロードを減らせばアグニブイの射程をさらに長くすることは可能である。と、サーラスワットは2010年2月に ロイター通信に語っている。アグニ V をさらに増強する技術的ブレイクスルーはアスルがマーブの開発と試験に成功することである。アグニ V の上段に搭載されるマーブは3から10個の個別の核弾頭からなる。核核弾頭は各々数百から数千キロ離れた別々の目標に照準可能である。反対に一つの目標に2個以上の弾頭を割り当てることも 可能である。ドルドは潜水艦発射弾道ミサイルバージョンの開発に取り掛かっており、このミサイルはインドに高信頼性の海中ベースの台に撃能力を与えるであろう。この SLBM はアグニ V の縮小版であり、KV、XV とも呼ばれている。ありがとうございます。